では各地の試合の結果映像でご覧いただきましょう。まずオリックスロッテ戦です。1回の裏2アウトランナー2塁1塁の場面、オリックスはバッター藤井、右中間へ先制2点タイムリーになります。4回には先頭の DJ がライトへ19号ソロ。オリックス今日も勝ちました。他の4862のお車のお客様はオリックス6対1ロッテを破っています。なお今日のイチローは4打数でヒットがありませんでした。勝ち投手は星野です。続いて日本ハム対ダイエー戦です。7回の表2アウトフルベースでダイエーの方はバッター吉永、これがライトへの18号ホームラン、グランドスラムになります。9回の裏2アウトランナー2塁3塁、1打出れば逆転という場面だったんですがブリトーはサードゴロ。結局ダイエーが日本ハムを破っています。9対7です。続いて近鉄対西武ご覧いただきましょう。バッターは井上。4回の裏ワンアウトランナー2塁3塁、近鉄のバッターは鈴木です。これがライト前のタイムリー。この回近鉄は一挙に5点を挙げます。6回の表西武は清原がライトへ、これは26号のソロホームラン。試合の方は5対4、5点が効きました。近鉄が勝っています。笹岡投手は43試合目の登板、4勝5敗。さあそれから広島市民球場、拍手の方が一段と大きくなりました。8回の表頭から守護神の笹岡です。山本さん、8回からもう笹岡来ましたね。それもね、この回大森からなんですよね、はい、で小早川が一旦マウンドに行ってるんですよ、で当然ピンチで出しますよね。そこで笹岡に変えましたね。なるほど。なおこの試合は放送時間を延長してお送りします。バッター井上に代わりまして高村、バッターは高村。広島対巨人は放送時間を延長してお送りします。8回の表5対3、守るカープが2点リードという場面、マウンド上には笹岡です。今シーズン42試合に登板して4勝5敗、セーブが20あります。防御率は 1.41。 三村監督はもうこれで打てる手は打ったというところになるわけですね。そうですね、はい、もう抑えのピッチャー出すときにはもう任せたぞという気持ちですね、はい、あとは8回9回。さあジャイアンツの方はですからピンチヒッターがこれ高村ということになります。この試合初回に両チームが1点ずつ取り合いました。試合が急激に動いたのは6回7回。6回の裏三村監督がロペスに代走を出して4点を取りました。7回の表ジャイアンツは松井のツーラン、現在得点は5対3、カープが2点をリードしています。頑張れ笹岡という横断幕も今日超満員の広島市民球場を踊っています。この後ジャイアンツは高村、福王、それからピッチャーの河野という打順になります。ピンチヒッターは高村。まずは笹岡対高村という対決になりそうです。マウンド上の笹岡、これからはもうフル回転でいきますよと本人もそう宣言しています。試合これから8回の表いう場面、バッターは高村です。ここまではカシオ計算機、大塚製薬、三菱自動車、東洋水産、キリン、ライオン、山崎パンの提供でお送りしました。引き続き富士重工、バドワイザー、大宝薬品の提供でお送りします。まず高村の初球はストライクです。今シーズン2割7分1厘。
ってファウル。この回本当でした大森からだったんですね、今ホームラン出てます。で小早川がマウンド行きました。それで井上に変えた、で笹岡に変えてホームランになりました、はい、これ最初からもう笹岡を出す予定でマウンドに行ってたら大森から行くんですよね。そうですよね。ということはこれ野球って何があるか分かりませんからね、延長戦もあります、はい、ここで2人代打を使ったわけなんですね、うん、見逃しの三振、ホームラン手が出ず。当然のことなんですが、やはり代打を出さざるを得ない状況ですよね、小早川でしたら、はい、この辺りも頭脳戦という感じです ね、まあ、これ当たり前なんですけど、これがやはり野球っていうのは何があるかわからないっていうんで、やはり総力戦となるともし延長になった時にだんだん選手少なくなりますよね、はい、そういう意味では このイニングの最初っていうのは結構大きかったんじゃないですかね、はい、バッターは福王です。まあ今日試合当初からずっと言い続けてるんですが、今日は本当に大事なゲーム、残り試合がね非常に少なくなってきましたし、それから直接対決があと東京ドームで2試合だけということになるんですよね。そうですね。今日の福王ヒットが1本です。両チームのゲーム差は現在 0.5。これはファウルです。ファウルボールにご注意くださいませ。さあ甲子園の方はタイガースが追加点です。8回の裏、ピンチヒッター関川がタイムリースリーベース、これはソン・ドンヨルから打ったタイムリースリーベースです。8回の裏タイガースが1点を追加しています。8対4、点差は4点です。球速に押されました。これもファウル。マウンド上の笹岡は今シーズン守護神として君臨、あそれからネクストバッターズサークルでは後藤が出ています。先日は東京ドームサヨナラホームランもあったこの後藤。ハーフスイングはバッター止まっています。三塁塁審はワシヤ。さすがにあの笹岡から延長戦でしたか、はい、決勝ホームラン打ちましたよね。あったんですよね、8月の29日です、ね、タイミングは合ってますね、うん、選んだフォアボールです。ワンアウトランナー一塁、長嶋監督ピンチヒッターを告げます。ピンチヒッターは背番号50、後藤です。8番河野に代わりまして後藤、バッターは後藤、背番号50。3日の東京ドームでのベイスターズ戦、延長10回の裏、この後藤が一振りで決めました。サヨナラホームランというのがありました。風は右から左という広島市民球場上空です。変化球でストライク。今日の笹岡は球の走り具合といいますか、そんなに悪くはないと思うんですけどね、まあ、あの今のカーブっていうのはすごく多く投げてますよね、はい、あのカーブはあの笹岡はいいその武器になるんですよ、これでワンツー。
ただ笹岡の場合はですね、2イニングっていうのがですね、はい、1イニングは抑えても次のイニングっていうのは打たれてるケース多いんですよね、うん、今日は8回頭からマウンドに上がっています。あ、これで1-3、変化球がここは決まっていません。本人も現在調子がいいのは縦のカーブでストライクが取れるようになったと、はい、それが勝負球にもできるようになったと、そうですね、そう話してるんですが、かなり落差ありますからね、はい、そう話している笹岡だったんですが、ここは1-3、外れてフォアボール、連続フォアボールです。長嶋監督動きます。キャッチャーの村田に代えてピンチヒッターか、吉村が出てきています。すでにキャッチャーは2人目村田だったんですが、その村田に変えます。ピンチヒッターは吉村。長嶋監督も勝負に来ましたね、そうですね。さあ、ベテラン吉村の一振りにかけます。今シーズンホームラン1本、打点9、セカンドランナー福王、ファーストランナー後藤、いずれもフォアボールのランナー。マウンド上内野手の輪が解けました。笹岡対吉村という対決です。バッターは吉村。この場面でバッターは狙い球というのは絞るもんなんでしょうか。あの、吉村の場合でしたら2ストライクまである程度絞ってるでしょうね、はい、このケース見てますとカーブをかなり投げてますよね、ですからカーブに的を絞ってるか、ストレートが高め浮いてますんでね。これも変化球外れてボール。ちょっと状態に力みありますね、はい。まあ、本人もこのゲームの重要性というのをやはり認識しているという感じでしょうね。カーブがなかなかストライク入ってませんのでね、何を投げさせますかね。打ってファウル。近代一少年の事件簿はナイター中継が終わり次第お送りします。8回の表、得点差は2点、ファーストランナーが帰れば同点です。145キロ外れてボール。やはり少し力みがありますか。ありますね、だいぶありますね、だいぶありますか一方バッターの方はベテランの吉村。これで2ストライク2ボール。さあ、笹岡としては最後は何で勝負なんでしょうか、ね、これでね、まあ、カーブ今度は低めに投げても振ってくれるっていう計算があると思うんですよ、はい、ボールになってもね、もう追い込んでますから。今の勝負に行ったんですかね。はい、行ってます、行ってます。さあ、2-3になりました。これピッチャーとバッター、気持ちとしてはどっちが。いや、これはね、互角です。五分五分です、五分五分です、
勝負のラストボール。一塁セーフです。三村監督はもう打てる手は打ちました。今のようなピックオフプレーですね、はい、こういったケースでその一塁ですか、一塁ランナーを誘うとしてのプレーなんですよね、これはなかなかね、あのキャンプから練習をしていかないとできないんですね。笹岡それだけ冷静と言えるわけですね、はい、これはチームプレーができているということですね、はい、吉村がよく見たんじゃないですか。なるほど、ストライクゾーンから落ちボールになるカーブですからね、この回は先頭のピンチヒッター高村は三振、その後福王、後藤、それから現在吉村、三者連続フォアボールでワンアウトフルベース。長嶋監督はファーストランナーを変えるか。ファーストランナーは逆転のランナーということになります。フォアボールを選んだ吉村、お役御免ということになります。ファーストランナー高見、背番号64、ピンチランナーの高見です。バッターは西。さあ満塁となって西、今日の西はヒットが2本。何かこうこのイニングっていうのは長嶋監督のどんどんいけいけって押せ押せっていうのがね、なんかこうなんて言いますかね、気持ちがぐーっとこう乗ってる感じが受けますね。これも初球攻撃打ってファウル。今日の西はもう初球からどんどん行きます。ヒット2本はいずれも1球目と2球目、早いカウントから打っています。外れてボール、ワンエンドワン。147キロ。さあ追い込みました。マウンド上の笹岡、目いっぱいグワーッといってるっていうのはすごく感じますね、はい、息を飲むような勝負、笹岡対西。ですね、やはり、ね、追い込まれますと、ね、西の頭の中にあの大きな縦のカーブっていうのが頭にあるんですよね、はい、ショート川井、全くタイミング合ってないですね。西もバットが出ませんでした。見送り三振で2アウト。しかし笹岡にとっては一難去ってまた一難、しぶとい河合が右バッターボックス。大きな山場になりましたね。次は松井ですからね、はい、これを打ち取るのと、これも初球打ち、ファーストが出る、スタンドへファウル。今日勝ち越しタイムリーの浅井がファーストに入っています。ファールボールにご注意くださいませ。ネクストバッターズサークルは松井。もうこのケースですとね、もう笹岡、西山のバッテリーでもどんどん押せ押せでくると思いますね。なるほど、
西の投球のようにどんどんまっすぐで、河合の方も当然それは頭にありますね。あるでしょう、マウンド上汗が滴り落ちます。今日も広島は最高気温30度4分まで上がりました。これで1エンド外野はご覧の守備位置、やはり少し前に出てきています。右方向1、2塁間山田エドワイ3塁ランナーホームイン、ライトがドタキン出る間にセカンドランナーを3塁のバットホームイン、同点、河合同点タイムリー、試合またも振り出し、長島スマイルも復活、5対5。山本さん、いやーすごいゲームになりましたね。8月27日もすごいゲームでしたが、今日も負けず劣らずすごいゲーム、146キロのこのストレートを右方向でした、はい、ここまで来ますとね、もう気持ちと気持ちの勝負ですからね、はい、そして川端コーチがマウンド上に行きました。これは大変なことになりました。8回の表、ジャイアンツは2点を返して5対5。さらにランナー2人で松井です。今のあの尾形も取ってればホームは微妙なところでしたでしょうからね。尾形も少しここ焦りましたか。バッターは3番ライト松井。レフトスタンドジャイアンツの応援席から大きな拍手、松井です。今日は先ほどの36号ツーランホームランが光ります。あれが反撃ののろしでした。打点の方も93まで伸ばしています。松井自身も僕が打てばチームがなんとかなる、そういう気持ちはあるんです、もともと夏場は好きなんです、今年はそれがいい方に出たから、そういう話をしています。笹岡がもう完全に松井を嫌がってますね。いやかなりあのやはり今のヒットっていうのはショックなんですよね。あ、なるほど。と言いますのは、ね、やっぱフォアボールフォアボールフォアボールでしょ、はい、なんかこうすごくこう圧倒された気持ちの中で投げて、うん、自分 の, このフォアボール責任出したのをヒット打たれたもんですからね、はい、かなり動揺はあると思います、これで1エンド2、さあ1エンド2で松井の狙いは何でしょうね。いやストライク来れば何でも来いという気持ちじゃないですか。何でも打つと、高級筆打にかける松井、強振、これで2ストライク2ボール。今日のカープ戦大事なゲームなんで、とにかく最後まで精一杯やります、そう話した松井。一方ここまで来たらもう優勝しないと、今までやってきたことが全部無駄になりますから、そう話していた笹岡。空振り三振、ここは笹岡に軍配、しかし8回の表河合の同点タイムリー、試合は振り出しです。So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see.
4つの季節をグランドツーリングするために Four Seasons Legacy ニューレガシー誕生週末はスバルお疲れさあ行くかアドバイザー燃える力湧き上がる力2000の力タウリン 2000mg 配合ジオビタドリンク2000よっしゃ2アウトフルベースからベテランの河合146キロ笹岡のボール打ち返しましたゲームはこれで5対5同点ですなお川口 So far away Doesn't anybody stay in one place anymore It would be so fine to see your face at my4つの季節をグランドツーリングするために Four Seasons Legacy ニューレガシー誕生週末はスバルお疲れさあ行くかリズム試薬をより強くより安全に私たち研究者の永遠のテーマです私たちの結論硝酸エコナゾールに4つの成分を加えてポリカイン V 誕生水虫でいろいろお悩みの方にスイスからの新しい水虫薬ポリカイン V 新発売同点タイムリーの河合がショートです近代一少年の事件簿は9時30分からお送りしますマウンド上は3番手ピッチャーの川口今シーズンまだ勝ち星がありませんこれが21試合目の登板ただ現在非常に調子のいい川口がマウンド上3番手ピッチャーです先頭の西山に対してカウントは1ストライク2ボールジャイアンツの方はまたバッテリーがそっくり入れ替わりまして受けるキャッチャーはピンチランナーに起用された高見山本さんで、ね、高見の方はマスクをかぶるのは一軍これが初めてなんですねこの緊張の場面でねそうなんです、右方向ライトは今日ホームランを打っている松井掴んでワンアウトですの2点タイムリーヒットを放っている浅井そのままバッターボックスですさあジャイアンツの方はピッチャー川口が6番に入っていますキャッチャーは9番で高見ファーストに後藤8番に入っています浅井この安打2というのは2点タイムリーヒット3割3分9厘それから今日浅井は、ね、ピンチヒッター成功したんですが、はい、カープの方は左ピッチャーということになりますと町田も、ね、残ってるんですよ ね, すねまだね、はい、ただこの展開になりますと三村監督の方はあの4点であとは逃げ切るという頭あったと思うんですよね、ですから前田ロペスと3、4番変えてるわけですよね前田ロペスはすでにこのベンチの方に下がっております笹岡が打たれました本当に総力戦になりましたね、はいジャイアンツの方はもうほとんど野手の方は残っておりません空振り三振2アウト浅井ここは三振でした
ジャイアンツの方は野手で残っているのは広沢と元木だけです。現在試合はまだ8回の裏、得点は5対5、同点です。まあそれにしましても今日は5対1となった時点ではカープの方に流れがいったかなと思ったんですが、ね、あの勢いっていうかね、そういったものではカープの勢いだったんですよね。ところが松井のツーランが出た、はい、このツーランでジャイアンツの方の勢い流れって言いますかね、松井がホームラン打ったからっていうのはすごくそのベンチのムードの中で変わってくるんですよね。三村監督は笹岡をそのままバッターボックスに送りました。初球はファウルです。それだけジャイアンツにおいてこの松井の存在というのが大きくなったと、そうですね、特に後半になってからいいところで打ってますし、また試合決めるホームラン、で何連勝もしてるわけですね、ホームラン打って、ホームラン打って、そのみんなそれを知ってますから、はい、よしっていう気持ちになるんですね。それから、まあ、ジャイアンツの方は落合が抜けております。落合が抜けますと得点力がガタッと下がりましてね、はい、平均で 2.3 点しか取れてなかったんですが今日は5点取りました。カープの方も4番の江藤がいません。ジャイアンツの方も4番の落合がいない。苦しい戦いには違いありません。ボテボテの当たりファウルです。これからもこういうゲームが続いていくんでしょうね。そうですね、まあ、それと先ほどの笹岡の場合のフォアボールですね。フォアボールが怖いですね。フォアボールというのは本当に怖いですね。私も監督の時によく言ったんですけど、フォアボール出すならヒット打たれって言ったことあるんですけどね、それほどね、まあ、無駄なフォアボールというか、この場合はすごくこの緊迫感があった中でのフォアボールなんですね。それだけジャイアンツの圧迫感というか、それも、まあ、目に見えない、ね、プレッシャーがあったと、ですからこういう終盤に来ての大事なゲームっていうのは何が起こるかわからないっていうことが言えますよね。これまだ5対5同点ですからわからないんですが、この後予測するのは非常に難しいですね。先ほどの河合のようなそのバッティングっていうのはね、すごくその気持ちで打ってるわけですね、はい、あの速いボール打ってるわけですね。ですからやはり両チームの気持ちになってきますね。8回を終了して5対5、次はマックからの打順ということになります。9回の表ジャイアンツ。お客様にお呼び出しいたします。この後はジャイアンツマック、レフトに入っている岸川、ピッチャー川口ということになります。この試合の結果はこの後0時15分からのスポーツウルグスで詳しくお伝えします。得点は5対5、8回を終了して両チーム得点は5対5同点です。まあ、今回この広島球場では1試合だけですね。そうなんですね。ですからまたこれから月末にドームで巨人、中日、そして巨人、はい、広島とまた5連戦ありますね。ありますね。で広島の場合は10月に入って中日と3連戦があって、これはあの辺までずっとこのまま行きそうですか。そうですね、最後の最後まで分かりません、はい、分かりませんね。甲子園では今日は中日が4点のビハインド、9回の表まで入っています。9対5、今日は阪神がリードしています。残り時間がもう20秒切ってしまいました。誠に申し訳ありません。試合の結果はスポーツウルグスで詳しくお伝えします。お話は山本浩二さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。9回の表マウンド上には笹岡、得点は5対5、同点です。失礼します。ここまでは富士重工、バドワイザー、大豊薬品の提供でお送りしました。